いいかい、マホ。君はどんな手段を使ってでも、リンタロウ・岡部が抱えている秘密を暴くんだ。でないと、彼を殺さなくてはいけなくなる。そんなのは嫌だろ？君もリンタロウのことを随分と気にかけていたじゃないか。散々私やクリスが煽ったからね。君にその気などなくても、ついつい意識してしまうものさ。それが人の心理だ。彼を助ける意味でも、彼の持つ情報を引き出してほしい。そうしたら私は、ウィンタロウを我が研究室に無条件で迎え入れてあげてもいい。マホ、彼について知り得たことは、すべて私に報告しなさい。彼の未来は、君の手にかかっていると言ってもいい。やっぱり、真帆さんだ。まゆり。
なぜ私の前に現れたの。私に声なんてかけなければ傷つかずに済んだのに。私はもう以前の私ではなくなってしまったのよ。
リス。大丈夫ですか？何が？一体どうしちゃったんですか？どうもしないわ。だって泣いてるじゃないですか。頭が痛いの。彼の未来は君の手にかかっていると言ってもいい。岡部さんのことなんてどうでもいいでしょう。殺そうとしてたじゃないですか。私見たんですよ。私のことは放っておいて。そういうわけにはいきません。放っておいてよ。あなたには勝てなかった。私はどれだけやってもクリスにかなわないね。クリス、私はあなたのことを尊敬している。私より年下だけど大した科学者だと思うわ。でも心の底ではこう思ってたのよ。どうして私の前に現れたの？どうしてあと10年先に現れてくれなかったの？どうしてあと10年後に現れてくれなかったの？あなたがいなければ私はもっと平凡な日々を送っていたはずなのに。こんな醜い感情になんか支配されずに済んだのにって。私はあなたに常識を破壊されっぱなしなの。死んでまであなたの存在が私につきまとうの。あなたの死を心から痛みたいのにそれができない。越えられない壁としてあなたが立ちはだかり続けていて、プライドと意地が邪魔をしてしまうの。そんなところにつけ込まれて私は一番信頼していた人にまで裏切られて、私を信頼してくれた友達を裏切ってしまった。もう私頭がぐちゃぐちゃよ。だから放っておいてよ先輩。
なの。ママ。ねえ、何が起きているの？ママ、どこ？ママ。ねえ！ママがいなくなっちゃった。タイムマシン。カベさんを助けたい。マユリさんも助けたい。二人に謝って許してもらいたい。それとクリス、あなたのことも助けたいの。だから力を貸してお願いよ。先輩が私に助言を求めるなんて。ねえ、教えてちょうだい。あなたなら
解決策を提示できるでしょう。無理ですよ。そうよね。その答えは当然だわ。ごめん。ごめんね、クリス。私、あなたにひどいことを言ったのに、あなたが無条件で協力してくれると勝手に思い込む。嫌いよ。そうやっていつだって私を置いて先に行ってしまうのだから。いつか必ず
私はあなたに追いついてやるわ。それどころか、追い越してやるから。それまで待ってなさい。